市民様ルームさんありがとうございます。チキンバーガーさんもありがとう。中ちゃんさん、ハゴピニーさんありがとう。メリーさんありがとうございます。イルバーさんが、ツキューさんが、カイトさんありがとう。ハギピさんありがとう。マイキさんありがとうございます。あとキドウさんもありがとう。おはよう。昨日花だたりのもの声ありがとうございました。お家ありがとう。サノマルママさんありがとうございます。フナオさんもありがとう。おはようございます。じゃあ世代になれるようにぜひ話し会に来てください。ありがとうございます。アンディさんありがとう。ライオンさん本当にびっくりしました。喉がいっちゃったね。うまく声が出なくて。最近ずっとね咳が出るからね。昨日はねより咳が出ちゃって夜のイベント、あ、研究生のね写真集の、はい、イベントは出張させていただきます。ぜひ応援よろしくお願いいたします。頑張ります。よろしくお願いいたします。うん、明日からです。おはよう。ん？どういうこと？勝手にエントリーって。あともう本当に3分ぐらいでそのことをねちょっとポストさせていただきます。うん、そうですね、トクトク、うん、ありがとうございます。明日からよろしくお願いします。うん、できれば
12歳の長柄ね。そう、3位の中から最終出場権を得て、それでなんか審査みたいなのがあるのかな。でそこでありますなんかギフトに関しては明日の5時、午後5時、17時以降の方が助かります。はい、お近くさんいってらっしゃいよ。気をつけてね。バイバイ。頑張れ、頑張ってください。高直さんありがとう。じゃあ何言うてんのさもぜひのびさんのことを応援してください。よろしくお願いいたします。浦部さんありがとう。準備をしたいと思います。では、発作します。行きます。リリア。はい、いや、画像する、保存する、ありがとうございます。保存してくださったんですね。おはようございます。ニャリルさんありがとう。はよう。うん。美しい、かわいい。写真集。なるほど。はよう。うんうん、ありがとう。美少女やった。昨日ありがとう。 X 見てくださったんですね。ありがとうございます。はい、イベント参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
研究生と正規生さんのそのあれがあって、ランキング1位は洋服詰め合わせ、大好きなの洋服、私40着前後プレゼント、イエーイ、20着前後プレゼント、2位がね、で3位が10着前後プレゼントっていうふうに書いてあります。おはよう。で、正規生さんは、海外リゾート地で撮影が決定っていうのが、ランキング1位です。で、ランキング2位は、渋谷駅周辺に写真集の広告詳細が決定。1位、2位がそうですね。で、3位さんは、セルフプロデュースのソロ写真集制作発売が決定。なので1位2位3位どれ3位以内だったら発売制作できるよっていうのが関瀬さんです。で、私たち研究生は1位2位3位に入ったら、写真集を出す、その出場権、進出権だね、進出権を獲得できますっていうのなので、その1位2位3位のうちの誰かかなになるのかなが、そう、選ばれます。うん、そうなのかな、わからない。40着まあ、置く場所困るかもしれん。まあうちは広いので、大丈夫かな。どんな感じで選ばれるんでしょうか。中学生ですよ。中学生じゃないです。そろそろちゃんともう中3なので、はい。ひびりとまさん、ありがとうございます。ねえ、進出できたらいいな。おはようございます。嬉しい、メガネさん、やった。では終わります。会話してたらあっという間に時間になってた。頑張ってください。ありがとうございます。頑張るので、何予定なのもぜひ応援よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。
first エザリさん、好きになりました、ありがとう、リコリコおめでとう、ありがとうございます、ジャンプ先ありがとうございました。皆さん見ていただく方お疲れ様です。この方が仕事の方はこの方頑張ってくださいなと思っています、ありがとう。Good time.